はい、どうも沖縄の杉です、妖怪ウォッチ昨日の続きやってきます。昨日ね、あののぼせトンマンによって全滅させられたんだけど、まあリベンジだよ。はい、で女湯一度ぐらい入ってみたい、うん、夢の世界だよね。まあいいや、あまだいたか。ほんと気持ちよさそうだよな。あ、広い風呂入ってぼーっとしたい。まあ返して、あの妖怪が履いてるふんどしは、てかふんどし履いたまま風呂入ってるって、しかも他人のふんどしで、他人のふんどし名前書いてある。追いはぎってやつか。子供相手だからって手加減しねえぞ。カポーンカポーンカポーン、最高。のぼせ、周りで踊ってるじいちゃん、後ろにいる昆布くんだっけ、何者なんだろう。あ、そうそう、今度はね、あのへそが弱点だっていうのが分かったんで、あのへそのとこピン立てておきました。だからこれちゃんとへそのとこ攻撃してくれてんだろうか。もう少しずつダメージ与えてるよ。左側に出てる、ダメージのゲージ。少しずつ減ってはいるんだよな。けれど、どうだどうだ。やっぱり呪われてくし、お祓い頑張ってやんなきゃ。ダメージ。やっとこれで、60% ぐらい ?50%? 残り 50% ぐらいか。ようやく、少し減らしてってる。少し削ってってる。そんな感じか。ただ、どうだろう。あ、ジバニャン死んだ。やべえ。でね、暴露バーが回復役としてちょっと活躍してくれてるんで、ちょっと並び順をね、考え直そうかな。バックロバーの左右にこうメインの、強いやつを置いてっていう感じにした方がいいんだろうか。でもう一体ぐらいの回復薬いてっていうような並べ合わせ方をした方がいいのかな。まあ、その後ちょっと考えながら、っていうか回復できるの今どうなんだろう。さて、で現在2体死にました。やばいっす。呪われてるし。残り4体。残り4体であと 10% ぐらいかな。あと 10% ぐらい。これ削れば、勝てるかな。あと 10% ぐらい。さ、もう、休もうかなって。あ、バクロバ死んだ。回復薬いねえよ。どうしよう。勝った。よか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 った。回復薬いなくなった瞬間に、勝利でございます。勝利でウィス。っていうか、結局、このじいちゃんたちは何者なんだ。だってもう風呂終わってんだよな。終わってるのに、風呂入って踊ってるって。お風呂屋さんからしたら迷惑。さて。で、一応レベル、上がった。OK。もうちょっとレベル上げしておかないときついかな。これどうなんだろうな。なんかちょうどいいあれが、ランクが思い出せないっすよ。もうちょっとレベル上げ頑張っておきます。もうとりあえず勝負下着を取り戻したんで、はい、時計屋さん戻りますよ。いや、おかげで、はい、仕事がはかどりそうっす。勝負下着を手渡した。さあ、これで、材料、全部渡したんで、はい、改造、よろしくお願いします。本当にね、あの下着履いたまんま、履いてるんだよな。下着つうか、ふんどしつうか、ふんどしつうか、下着つうか、ふんどしね、つけたことないんだけど、どうやってつけるの？まあいいや。さあ、行こう。これで、完成。完成でございますよ。
新しい妖怪ウォッチ。あ、Dランク。まあランクアップか。まあ、はい。強い妖怪と出会ったり、ウォッチロック、あ、これもいろいろ試してみたいな。うん。いや、まあとにかくね、よかった。勝てた。勝てたよ。昨日、全滅したんでどうなることかと思いましたけど、勝ったっす。うん。というわけで、まあ今回は、ちょっと早いけれども、こんなところで、一旦休憩に入りましょう。いや、ご視聴ありがとうございました。この作品も妖怪ウォッチ、頑張って続けていこうと思いますんで、お楽しみに。というわけで、よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。